YouTube! みんなはお前飲んでんじゃねえよ。ハロー YouTube! あのね、今日は HI の合宿で、どこだっけ？岩手県の花巻市に来てます。ということで、俺たち飲んでたら、うん、なんとあの亀山さんの、うん、あの亀ちゃんの、うん、DMM ビットコインが、なんと480億いかれちゃいました！いやー !480億いってらっしゃい！どうーいや、なんで、俺これなんで言えるかっていうと、いや、俺よくわかんない。ちょっといい。俺が出資してた、財布っていうサービスで、うん、俺のせいじゃねえよ。うん、俺のせいじゃねえんだけど、財布ってあったでしょ、うん、ZAAF っていうサイトで。あった。あれ俺だから、マジで、うん、あれさ、そもそも極すった400万円ぐらい極すって奥さんに、うん、その400万円だったら売っていいよって言われて、うん、買収した名古屋のサラリーマンがやってたビットコインとモナコインのサイトを買収して、うん、俺と、一緒にあのビジネスパートナーの人と一緒に二人で立ち上げたサービスなの、財布って。財布、めちゃくちゃ日本で1番か2番ぐらいの取引所になったのに、最後ごくすったわけ。それで、俺さ、ごくすったっていうのあの、マウントごくすったんじゃん。マウントごくす事件？マウントごくす事件があったから、13年前かな、うん、マウントごくす事件があったから、それから暗号通貨の盗まれた取引所はごくすったって言われるわけ。で、だそのごくすったわけ。で、うん、俺も、だから、買収したサイトがごくすったんだけど、うん、俺が出資してたサイトもごくすったわけ、最後、60億。ずっと。でも、コインチェック事件はさらにその上行ったわけじゃん。あれ何億円ぐらい？コインチェックの方がちょっと前なんで。400億ぐらい。もう400億ぐらいだったの、うん。で、それさ、まあ、あの、マネックスが買収してさ、うん、もうマネックスの今、稼ぎ頭ですよ、今。しかもそれをさ、ね、大江さん、旦那さんが、そう、買収して、行ったんだけど、うん、もうドコモにね、あの、ドコモは出資してさ、うん、ドコモのグループ会社になっちゃったんだけどさ。さすがね。それであの、ほら、ローラさんがね、広告と勤めてる DMM ビットコイン、六本木のあのところにでっかい看板あるじゃないですか、DMM ビットコインって。うん。dmm.com、あ、はい。なんですけど、うん。亀ちゃんが。絶対亀山さんが、そんなわけやばいことやるわけないと思うんですよ。いや、亀山さんは、あのね、暗号通貨は、結局のところ、ディーセントラライズをされてて、うん、一つ一つの口座が、結局パスフレーズを管理しないとダメなんで、はい、それって結局多分俺内部者の犯行なんじゃないかと俺は思ってんだけど、その、結局その管理をどういうふうにやるのか。だから、複数人でそのパスフレーズを共有す、あ、パスフレーズっていうかそのキーを共有するようなスキームをちゃんと組めてるのかどうかとか、そういう、まあ俺も偉そうなこと言えないけど、俺もでも経営してたわけじゃないからね。俺も共同出資で作ってて、俺はオペレーション入ってなかったから財布は盗まれちゃって、俺も忸怩たる思いですよ。忸怩たる思いってのは、俺本当に悔しい。っていうか俺も、あの時、あのサイト何百億で売れるような感じだったもん。そりゃそうだ。で早く売ればよかったのにとか思ったけど、まあとりあえず60億ごくすって、うん、財布は他の会社のグループになっちゃったわけですよ。うん、だけどさ、dmm.com が480億はやっぱ他人事じゃないよね、だからね。え、俺だって亀山さん20年前から知り合いだしね。でもあれさ、誰が悪いんですか？どう悪いんですか？やっぱり管理体制ですよ。だから普通の銀行と違って、あのビットコインとか暗号通貨の管理体制ってのは難しいのよ。わかんないな。いやいや、だから、その、要は、うん、俺、あともう一個やってるわけ。うん、俺ももう一個ごくすってんだけど、ごくすって俺のせいじゃないんだよ。俺のせいじゃなくて、いや、イーサリアムのクラウドセールに申し込んでたんだけど、うん、その時に最初にパスワードみたいなの入れるわけ。16桁ぐらいのパスワード入れんだけど、うん、ちゃんと入れたのよ。ちゃんと覚えてたの。うん、なんか見たんだけど、あの、イーサリアムの技術者のミスで、日本語のサイトからそこを申し込むと、パスフレーズが再現されない問題ってのがあって。それで俺そのまま寝かしといたら今4億円になってんだけどね。
それが4億円はあるんだけど、うん、引き出せない、自由に動かせない、もったいない。でも台帳には記載されてるから俺のもんなんだけど、どうすんの。いやだから、でもそれはルーマニア人のハッカーが動かせたって、実際俺の友達も同じ時期に俺の20倍買っててさ、それでそいつは動かせたんだけど、ハッカーに頼んでそいつ、まあそのごととんざらしちゃって、1億円だけあの見せ金もらえたから、でもいいじゃん、もう20万円が1億円になったらいいじゃん、半分やるから、あのあみたいな仕組みになってるわけ。まあ要はそういう仕組みになってるわけ、うん、その台帳があって、台帳に自分の ID みたいなのがあって、その ID に紐付けられたパスフレーズがあって、うん、それを覚えてるか覚えてないかみたいな話なんですよ、うん、でそれを何人で共有だから、3人で共有するスキームとかもあるから、うん、それをちゃんと徹底すればよかったと思うんだけど、まあ想像でしかないんだけど、うん、どこかにそういうのをパスワードのパスフレーズのその共有ルールに穴があったんだと俺は思うよ。うん、いや難しいっすよね。僕も全くガチ知らないっすけど、だけど俺そんなん盗まれるもんなんじゃないですか。でもさ、亀山さんがさ、うん、いくら資産かかわかんねえけどさ、うん、普通はさ、やっぱ480億ぐらいの未上場、未上場じゃん、うん、株式じゃないじゃん、 DMM はね、そう、はい、DMM はそうじゃん、はい、だから普通はやっぱりさ、でもさ現金で480億をね、銀行に預けてるわけないじゃん、うん、でしょ、うん、で DMM 本体もさ、そんなキャッシュローがさ、常に480億ってあったらさ、逆にさすがにすごいじゃん、うん、で最近さ DMM ってさ、エロでさ、うん、ビザとかマスターとかのさ決済がさ、やばくなってるわけ。知ってますよね、うん、ファンティアがこの間、こと今月突然ビザマスター決済 NG になったのよ、うんうん、エロが多いからさ、うん、だからそんな感じでいろいろ苦しい局面にあるときに亀山会長がどうやって乗り切るのか。なんかでも僕一瞬そのニュース友達から送られてきてみたら、もう保証する、保証するって言ってんだけど、どう保証するかってこと。あ、だから現金で全部それ保証するんだよ。どうすん。いやだから全部現金をそのユーザーに、あ、だからそれをどうすんだって言ってる。そうそうそう、それをどうすんの、その原資を。いやないでしょ。いやだから今すごい工面してんじゃないの。いやかわいそうに、あの亀山さんがね、あんなゆるく楽しく生きてたのに。dmm.com。 なんでかわいそうに。まあでもあのほら、三本さんに出資したりするし、いろいろね。そういうのあるんですよ。確かに。ということで、あの、暗号通貨の取引っていうのは、そういうところをギチギチに固めてやんないと難しいんですよ。僕もごめんなさいね。財務の時は、僕経営陣に入ってたらギチギチに固めてたかもしれないですけど、なんかいろいろ、はい、いろいろ金融規制当局になんか堀江が入ってたらどうのこうのとかって言われて、あの僕はちょっと外側から見てたっていうのがあるんで、それは本当かそうかわかんないんだけど、とにかくね、うん、あの暗号通貨の経営をやってる人たちほとんどいないと思いますけど、注意してくださいということで、亀山さん気をつけてください。亀山さん、いっとるしょい。やったい。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながる堀江の Wi-Fi。 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながる堀江の Wi-Fi。 堀江の Wi-Fi でいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。